はいどうも。今回は、ずっと気になってたものの弟子について。学校で習った歴史では、あんまり印象がないね。うむうむ。でも一方で、古代最強の豪族とも言われてるので、やっぱり気になるじゃない。ということで通説と、その後例によってびっくり遺説も紹介するよ。ふむ、良きに計らえ。ということでまずは通説から。ものの弟子の始祖は、にぎはやひのみこととされてるよ。神武統制の時に、神武天皇いわれびこさんよりも、先に大和に降臨してた人ね。うむうむ。日本書紀によると、にぎはやひさんは、天津神から、徳佐の神だからを授かって、雨の岩船で河内に天下って、その後、大和に入ったよ。そして、いわれびこさんが来た時に、にぎはやひさんはいわれびこさんに大和を明け渡して、いわれびこさんは初代神武天皇になる、という流れ。徳佐の神だからって仙台くじ本儀によると、この10種類。ふむ。三種の神儀は、鏡、剣、玉の三つだけど、徳佐の神だからには、さらにヒレっていう謎の道具があるのね。ヒレは布だと言われてるけど、銅鐸だっていう説もあるよ。ふむ。この徳佐の神だからを使って、古の子とまたの名をひふみ払い言葉という言葉を唱えると、死者も蘇るとされてるよ。レイズの呪文か。徳佐の神だからは、今はどこにあるの？行方不明。失われてるのか。聖杯伝説みたいだな。ちなみに仙台くじ本儀では、にぎはやひさんは、天照国照彦天の穂の明かりくしたまにぎはやひのみこととも書かれてて。長。要するに、雨の穂明かりのみことと同一人物。つまり、天孫降臨のににぎのみことの、お兄さんとされてるよ。ということはつまり、にぎはやひさんは、ものの弟子の始祖だから。そのにぎはやひさんが、ににぎさんのお兄さんということは、ものの弟子も、天照大神の子孫、ということになるね。仙台くじ本儀によるとそうなるね。さて、そのにぎはやひさんの息子さんが、うましまじさんなんだけど、このうましまじさんが、神武天皇に重用されて、その後、長きにわたって、ものの弟子は力を持ち続けることになるよ。最初から力を持ってるのね。うむうむ。結局のところ、ものの弟子は朝廷でどんなお仕事をしたのかな。通説によると、軍事警察を担当したと言われてるよ。天皇の親衛軍とも、武力関係の人々なのね。もののべが、もののふという言葉の元になった、っていう説もあるしね。もののふ、武士だね。うむうむ。で、その後出てくる、もののべさんだけど、学校で習ったのは、これくらいじゃなかろか。習ったっけ。もののべの森屋さんくらいしか、記憶にないな。全員6世紀だね。荒海さんは、何をした人なの？荒海さんは、26代継体天皇に仕えた人だけど、527年に九州北部で、祝いの乱っていうのが起こって、継体天皇の命令で、それを鎮圧したのが荒海さんだよ。どんな乱だったの？日本書紀によると、大和朝廷は、新羅に奪われた、朝鮮半島南部の土地を取り返すため、527年に、派兵しようとするんだけど、それを知った新羅が、九州の筑紫の国の宮津湖、岩井さんに贈り物をして、大和朝廷軍の妨害を頼むよ。で、岩井さんは、九州北部を制圧して、6万の朝廷軍の進撃を止めるよ。強いな。そこに荒海将軍が派遣されて、岩井さんは倒されたよ。でも新羅に頼まれたくらいで、よく反乱を起こしたね。そこが謎なので、いろいろな説があるけど、今回はそれは置いておこう。さて、荒海さんの次の、もののべのおこしさんだけど、おこしさんは、29代欽明天皇に仕えた人だよ。その頃は、何があったの？552年に、仏教が降伝したよ。くだらの清明王から、仏像とか経典とか献上されたのね。うむうむ。それで問題が発生。何が起こった？おこしさんのライバルの、蘇我の稲目さんと、仏教を導入するかどうかで対立したよ。ほうほう。欽明天皇が、仏像を礼拝すべきかどうか、臣下の人々にお尋ねになったんだけど、蘇我の稲目さんは、外国はみんな礼拝してるから、日本だけやらないわけにはいかないでしょう。と。それに対して、おこしさんは、我が国は昔から、我が国の神様を祀っているのだから、外国の神様を礼拝したりすると、神の怒りに触れますよ。と。もともと日本の神様を祀ってるんだから、仏教は不要でしょう。っていうわけね。で、欽明天皇はどうしたかというと、試しに蘇我の稲目さんだけ仏像を礼拝してみなさい、と。ふむ、その結果は？疫病が起こったよ。なんてこった。それで欽明天皇は、おこしさんの意見を認めて、おこしさんは、仏像を何話の堀江に放り込んで、ほう、堀江に放り、え？いや、気にしないで。
さらに、お寺も燃やしたよ。じゃあ、仏教は禁止されたのね。いや、欽明天皇は、その翌年に仏像を作らせてるみたいなので、禁止っていうわけでもないみたい。ふむ、稲目さんの顔も、潰さないようにしたのかな。結局、お越さんと稲目さんは決着がつかず、次の世代に持ち越されるよ。ふむ、ついにもののべの森屋さんか。荒海さん、お越さん、森屋さんの順で、まとめて青森と覚えておくといいよ。受験用か。さて森屋さん。30代美達天皇、31代陽明天皇に仕えた人で、ライバルは蘇我馬子さん。ふむ、馬子さんの時代まで来たか。ライバルの蘇我馬子さんは、仏舎利の奇跡を見て、仏教を厚く信仰した、と記録されてるよ。仏舎利って、お釈迦様の遺骨だよね。どんな奇跡？金槌で叩いても割れない。水に投げ入れても、馬子さんが念じた通り、水の中で浮き沈みする。それは驚くね。そういうのを見て、馬子さんは、仏教を熱心に信じるようになって、仏殿を建てて、3人の女性に得度させて2層にして、そしたらまた疫病が流行ったよ。またか。仏教関係なく流行したんだろうけど、タイミングが悪いね。それを見て、森屋さんが、馬子が仏像を拝んでるせいでしょう。ということで、また、仏殿を燃やしたり、仏像を浪速の堀江に捨てたり。また浪速の堀江。そんな、いろいろ捨てたら、仁徳天皇に怒られそうだね。そして二層にも抜き打ち。天さんは、馬子さんに言われたら、断れなかったでしょうに。で、どうなったの？廃仏の効果はあったの？美達天皇と森屋さんまで病気になったよ。なんてこった。パンナこった。は？いや。で、結局、天皇は、馬子さんの数物を許しました。森屋さんと、馬子さんは、仏教関係だけじゃなく、次期天皇を誰にするかでも対立してて。むしろそっちがメインかもね。そうだね。それぞれが支持してたのは、こんな感じね。あれ、森屋さんも、蘇我氏の娘さんの後支持？そこが不思議なところ。お姉の君さんも、ひたし姫さんも、どっちも蘇我の稲目さんの娘さん。これじゃあどっちが勝っても蘇我系じゃない。そうだね。ちなみに、括弧内の数字は、年齢じゃなくて天皇の代ね。それはわかるけど。どっちが勝っても蘇我系なら、森屋さんメリットないんじゃ。こういう対立もあって、結局両者は戦争になってしまうよ。聖徳太子も戦うやつね。って、昔の1万円札だったのね。うむうむ。この、森屋さんと馬子さんの戦いを、定義の乱というよ。587年のことを。戦場になったのは、大阪府八尾市にある、大成将軍寺のあたりだと言われてるよ。八尾市って、もののべ氏の勢力地だね。うむうむ。そのせいか、最初はもののべ氏圧倒的優位だったんだけど。まあ、もともと軍事警察の人々だよね。そうだね。で、馬子さん、聖徳太子側はピンチだったんだけど。そこで聖徳太子が、気を切って、四天王の像を掘って、戦勝祈願したところ。なんと森屋さんに矢が当たって、形勢逆転。蘇我馬子さんの勝利となったよ。四天王すごいな。四天王知ってんの？学校の授業だと、これでもののべし滅亡、みたいな感じだけど。私のボケは滅亡か。磯の神の麻呂さんは、708年に左大臣にまでなってるし。あれ、もののべしじゃないの？名前がもののべしから、磯の神氏に変わったらしい。そういえば、もののべしの神社も、磯の神神宮だね。うむうむ。ちなみに、麻呂さんの阿孫っていうのは、天武天皇のヤクサのカバネの上から2番目ね。マロさんの孫の、磯の神の矢勝ぐさんは、文人として有名で、仏教にも詳しくて、しかもイケメンだったというよ。ほう。日本初の公開図書館、雲亭を作った人でもあるよ。そうなのね。政治の方では、一時、藤原の中マロさんに負けて、左遷されたけど、その後の道教さんの時代には、復権して、大納言にまでなったよ。もうすぐなら時代も終わりの頃だね。うむうむ。さて、ここまでが通説だけど、ここからは異説だよ。どなたの説？関裕二さんの説。古代史オールスター大集合の人ね。関裕二さんによると、強大な九州の勢力に対抗するため、谷派、近江、東海の勢力が、大和の巻向に集結して、連合で国を作ろうとするんだけど、そこに、吉備と出雲も参加してできたのが、大和朝廷だよ。以前の動画で詳しく取り上げたやつね。うむうむ。で、この政府の中心になったのが、崇神天皇であると。もののべ氏はどう関係するの？さっき、もののべの森屋さん対、蘇我馬子さんの、戦場になってた八尾氏だけど、八尾氏は、もののべ氏の勢力地だったらしいのね。で、その八尾氏の遺跡から、吉備の土器が大量に出土してるので、もののべ氏は、吉備出身なんじゃないかと。
ほうほう。それから、巻き向くで前方後円墳が作られるようになるけど、その前方後円墳の形は弥生時代に吉備で作られた双方中円墳の影響を受けてるように見えるし、吉備特有の特式台型土器とか特質壺が前方後円墳に並べられるようになって、これが埴輪になっていくと考えられるし、要するに大和朝廷の祭祀儀式に吉備、つまり物の弟子の影響が強く見られるのね。ということは、大和にできた連合政権で吉備勢力が強い力を持っていたと。うむうむ、朝廷の祭祀っていうと、律令で祭祀を司る神儀官っていうお役所が作られるけど、神儀官の長官の神儀伯は花山天皇の子孫の白川家が世襲するようになるのね。で、この白川家が受け継ぐ神道を八家神道って言うんだけど、この八家神道には徳佐の官だからの行法があるのね。それは物の弟子の仙台九字本義に出てくる行法よね。うむうむ。じゃあ、朝廷の祭祀を司る神儀官で物の弟子のやり方が取り入れられて、それが八家神道の中に現在まで残ってるということか。だからやっぱり大和朝廷の初期から物の弟子の影響が大きかったんだよ。それで古事記とかの神武統制では、神武天皇の前に賑早比さんが大和にいて大和を治めてるのよね。で、賑早比さんは物の弟子の始祖だね。だから関さんの説では、各地の勢力が大和に集結して作った政権の中心になった人物、それは崇神天皇だってさっき言ったけど、崇神天皇と賑早比さんは同一人物だとされるよ。ふうむ。古事記だと賑早比さんは初代神武天皇の頃で、崇神天皇は10代だから時代が全然違うけど、何か訳があって別の時代の人として書かれたということだね。まあ通説でも崇神天皇のお母さんもおばあさんも物の弟子なんだよね。ということで、大和朝廷の初期は吉備が力を持ったんだけど、これは大和朝廷初期の勢力争いで、瀬戸内勢力が出雲や谷派の日本海勢力に勝ったことを意味するよ。ふむ、政権内部での競争ね。でもすぐ後に賑早比崇神天皇は九州から招いた神武応神天皇に政府の中心の座を譲るよ。当時は天皇っていう呼称はないけど、今はわかりやすくそう呼んでるのね。うむうむ。賑早比さんから神武天皇に玉座が譲られるっていうのは神武統制と同じだけど、この説ではなんで譲ったの？そもそも大和で連合して政府を作ったのは九州に対抗するためだったよね。それで大和朝廷は九州に派兵するんだけど、その時に九州に向かうのが日本海側の有力者の神宮皇后と竹内の宿根さんで、この二人は九州を制圧するけど、でも大和朝廷はこの二人が九州で独立国を作るんじゃないかと疑念を持っちゃって、今度はこの二人を攻めるよ。その辺も詳しいことは以前の動画でやったね。うむうむ。だから今回は簡単に、で、二人は南へ逃げて結局そこで終わってしまったと。でもその後、日本が滅ぶんじゃないかと思われるほどのひどい疫病が流行ります。それで大和朝廷はこれはたたりなんじゃないかと思って、このたたりを沈めてもらうために神宮皇后の息子さんを大和に招きます。それが神武応神天皇というわけね。うむうむ。そうしてたたりを鎮めるために祭祀王となってもらったよ。でも祭祀王なので政治の権力の方は相変わらず物の弟子が強いよ。その後は長いこと物の弟子の瀬戸内勢力が強いんだけど、25代武烈天皇が6世紀初めに後継者を残さず亡くなってしまって、争いの予感。でもここは近江で生まれて越前で暮らしていたおほどの大きみを招いて26代慶太天皇になっていただいたよ。それはどういう関係で？応神天皇のご正孫だよ。わざわざ越前からお招きしたということは、日本海側の勢力が強くなったのかな？うむうむ。この時は日本海側が勢力を盛り返したそうだよ。そして瀬戸内を代表するのが物の弟子だとしたら、日本海側は蘇我氏かな？うむうむ。蘇我氏はあの竹内の宿根の子孫と言われていて、そしてこの説によると、神宮皇后と竹内の宿根さんは日本海側の有力者なので、蘇我氏は日本海側の代表と。うむうむ。そしてこの頃から大和朝廷は中央集権化を進めていくけど、蘇我氏はそれに協力的だよ。まあこの説によると同じ日本海側勢力の天皇だしね。ということは物の弟子が邪魔になるね。それで通説と同じように物の弟子と蘇我氏は対立するけど、仏教関連でも対立するけど、
そして最終的に馬子さんと森屋さんで戦争？ところが、この説では様子が違ってくるよ。まず、物の弟子中心の司書である、仙台久慈本義だけど。これには、物の弟子と蘇我氏の戦争の話が、出てこないんだよ。物の弟子としたら、蘇我氏に森屋さんを倒されたわけだから。仙台久慈本義で、蘇我氏の悪口を書いていても、良さそうなものだよね。うむうむ。それなのに悪口どころか、戦争についても記述がない。あと、物の弟の森屋さんについては、物の弟子の最重要人物みたいに習ったけど、仙台久慈本義だと、仏教に反対した、大村寺になった、磯の神神宮をお祭りした、くらいしか書いてないんだよね。通説で、滅んだって言われる割には、森屋さんの息子も孫も平気で出てくるし、滅んだようには見えないね。あと、こういうことも書かれてるよ。へぇ。物の弟子の女性が、蘇我さんと結婚して、蘇我のイルカさんを産んだって書いてあるんだね。で、蘇我の島の大海とは？蘇我の馬子さんのことだよ。へぇ。つまり、よりによって、森屋さんを倒した、一番憎いはずの馬子さんと、物の弟の鎌姫が結婚しましたって、誇るかのように発表して、さらに、よりによって、通説では悪者認定されてる、蘇我のイルカさんを産みました、って、公表してるのね。ちなみに、通説では、トリュラの大海は蘇我の恵美子さんだけど、それはさておき、こういう記述を見ると、憎き蘇我、っていう感じはないんだよね。しかも、蘇我のイルカさんなのに、村路、って書かれてるのが不思議だね。そうだね。どういうことなんだろ。まあとにかく、元号寺伽藍演技っていう資料もあるんだけど。元号寺とは、元は方向寺とか、飛鳥寺と呼ばれてたお寺だよ。蘇我の馬子さんが作ったお寺か。元は飛鳥に作られたんだけど、平城遷都の時に、奈良に移されて元号寺となったよ。で、その元号寺の演技には、物の弟子と蘇我氏が、和解したという内容が書かれてるよ。ほう、そんなところにも。それで関さんの説では、6世紀初めの慶太天皇以来、蘇我氏が中心になって、中央集権、つまり、天皇中心の仕組みを、整えようとしたけど、でも、物の弟子と対立して、なかなかスムーズには進まなかったと。でもそのまま、通説みたいに滅ぼし合いになってしまうんじゃなくて、蘇我氏と物の弟子は和解しました。強大な物の弟子が協力してくれるようになったことで、天皇中心の仕組みは、どんどん整っていくようになります。という流れになるよ。この頃の中央集権かというと、高知公民が基本って、学校で習った気がする。高知公民、土地も民も国のもの、ってことだね。そういうシステムに移行するためには、皇族たちが私有地私有民を、国に差し出してくれないといけないけど、それは抵抗が大きいはず。でも、物の弟子のような強大な豪族が、率先して土地や民を差し出してくれたら、他の豪族も、後に続かなきゃっていう気分になって。それで、中央集権化が進みやすくなったって話。でも通説だと、そういう天皇中心の仕組みに変えていく仕事は、聖徳太子と、その後の、中野上の王子、って習った気がする。そこが、通説と、関さんの説の、大きく違う部分だね。蘇我氏が天皇をないがしろにするどころか、率先して、天皇中心の仕組みを、作ろうとしてたっていうわけだから。じゃあなんで、一子の変で、蘇我のイルカさんが暗殺されて、大化の改新が始まったのか。っていうところが謎になるね。うむうむ。でもそのお話は、次の機会に譲りましょ。ってことで今回はこの辺でサラダバー。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。